ガリレオ・ガリレイ、ユリウス、暦1564年2月15日グレゴリオ暦1642年1月8日は、イタリアの物理学者、天文学者、哲学者。パドバ大学教授、ロジャー・ベーコンと共に科学的手法の開拓者の一人として知られており、その業績から天文学の父と称された。1973年から1983年まで発行されていた2000リラ紙幣にガリレオの肖像が採用されていた。トスカーナ地方では長男の名前には姓を単数型にしてその名前とすることがある。ヴィンチェンツォ・ガリレイの第一子がガリレオ・ガリレイと名付けられたのも長男ゆえと考えられる。イタリアでは特に偉大な人物を姓ではなく名で呼ぶ習慣がある。他にも、ダンテ、レオナルド、ミケランジェロ、ラファエロ、ナポレオン、イタリア系フランス人等ため、名である、ガリレオと呼称されることが多い。欧州では、オランダ、ドイツ、スカンジナビアでは、ガリレイ、フランスでは、ガリリーとファミリーネームで呼ばれているが、ほとんどの国では、ファーストネームで呼ばれている。ちなみに、ガリレオ・ガリレイの家系には同じガリレオ・ガリレイという名の医師がいた。ガリレオは1564年にヴィンチェンツォ・ガリレイを父、ジュリア・アンマンナーティを母としてトスカーナ大公国領ピサで誕生した。父のヴィンチェンツォは1520年フィレンツェ生まれの音楽家で呉服商も営んでいた人物で、母はベーシャ生まれで、二人は1563年に結婚し、その翌年にイタリアのトスカーナ大公国領ピサで長子長男のガリレオが生まれたのであった。この後、ガリレオには弟4人、妹2人ができた。なお弟の一人、1575年から1631年は父のように音楽で活躍し、リュート奏者、作曲家として名を残した。父ヴィンチェンツォは、音響学の研究で数的な記述、分析を重視する手法を用いた。これが後に、息子ガリレオが、運動研究で取った数的な手法に影響を与えることになったと指摘されている。1581年ガリレオは、ピサ大学に入学するが、1585年に退学。1582年頃から、トスカーナ宮廷付きの数学者に、ユークリッドやアルキメデスを学び、1586年には、アルキメデスの著作に基づいて、天秤を、予最初の科学論文、小天秤を発表する。1589年に、ピサ大学の教授の地位を得て、数学を教えた。1592年パドバ大学で、教授の職を得、1610年まで幾何学、数学、天文学を教えた。この時期、彼は、多くの画期的発見や改良を成し遂げている。前述のように、ガリレオの父は、音響学の分野ではすでに数学的な手法を大いに取り入れていたわけであるが、息子のガリレオは、物体の運動の研究をするときに、父に倣って実験結果を数的、数学的に記述し分析するという手法を採用した。このことが、現代の自然科学の領域で高く評価されている。彼以前には、このように運動を数的に研究する手法は、ヨーロッパにはなかった、と考えられている。さらにガリレオは、天文の問題や物理の問題について考えるときに、アリストテレスの説や教会が支持する説など、既存の理論体系や多数派が信じている説に、盲目的に従うのではなく、自分自身で実験もいて、実際に起こる現象を、自分の目で確かめるという方法をとったと一般に考えられている。それらにより現代では科学の父と呼ばれている。1591年に父が死去し、その後は家族の扶養や妹の結婚の持参金の支払いはガリレオの肩にのしかかることになった。ガリレオはしばしばベネツィアを訪れていたが、そのベネツィアで6歳ほど年下のマリナ・ガンバ、1570年から1619年と出会い、交際が始まり、当時パドバにあったガリレオの家で二人は一緒に暮らし始めた。二人は二女一男を設けた。ガリレオは敬虔なローマカトリックの教徒であった。教会が認める形の結婚をしなかったのは、教会に敵意を持っていたからではなく、多くの帝舞の面倒を見なければならなかったため、経済的負担が重すぎたからである。信仰の厚いガリレオは、二人の娘、ビルジニア・ガリレイ、バージニア・ガリレイ、1600年8月12日から1634年4月2日、とリビア、1601年から1659年を幼いうちにの聖マッテを修道院に入れ、ビルジニアは1616年に修道女となりマリア・チェレステと改名した。この名は聖母、マリアの名と父、ガリレイの愛する天文学にちなむ言葉を組み合わせたものである。セレストとはイタリア語で天のこと。マリア・チェレステにと父ガリレオは親子の情愛に満ち溢れた手紙のやり取りをしていたようで、マリア・チェレステから父ガリレオに宛てた手紙124通、ガリレオの死後彼の文書の中から発見され、現存している。リビアは1617年に修道女となり、アルカンジェラと改名した。息子のヴィンチェンツィオ、1606年から1649年は1619年に父に認知され、セスティリア・ボッチネリと結婚した。当時、中世イタリアの権力者たちの権力争いの渦に巻き込まれる中で、物理や天文の研究に関しては、天才的ではあったものの政治や人間関係に関しては不得手で素朴な考え方をしていたガレイは、他の世渡り上手な学者たちに比べるとあまりうまく立ち回れず、次第に敵を増やす形になってしまい、ついには彼のことを心よく思わない者によって彼の支持した地動説を口実にして異端審問で追及されるように追い込まれたり、職を失ったり、軟禁状態での生活を送ることになった。職を失い経済的に苦境に立たされ年も重ねたガリレオは病気がちになった。これを知ったルネ・デカルトは自身も宇宙論、世界論の交換を断念してしまった。追い打ちをかけるように、ガリレオを看病してくれていた最愛の長女、ビルジニア、マリア・チェレステを1634年に病気で失ってしまう。さらに1637から1638年頃には失明した。だが、そうした困難な状況においてもガリレオは口述筆記で成果を残し、1642年に没した。ガリレオは、望遠鏡を最も早くから取り入れた一人である。ネーデルラント連邦共和国、オランダで1608年に望遠鏡の発明特許について知ると、1609年5月に1日で10倍の望遠鏡を作成し、さらに20倍のものに作り変えた。これを用いて1609年に望遠鏡を向けてみたガリレオは月面に凹凸、そして黒い部分。ガリレオはそこを海と考えたがあることを発見した。現代では、このような岩石型の天体の表面の凹凸は、クレーターと呼ばれている。月は完璧に球形であるとする、古いアリストテレス的な考えでは、説明がつかないものであった。また、翌年の1610年1月7日、木星の衛星を3つ発見。その貢献つけた、もう一つの衛星と合わせ、これらの衛星はガリレオ衛星と呼ばれている。これらの観測結果は1610年3月に星界の使者シダリアス・ナンシャスとして論文発表された。この論文には3月までの観測結果が掲載されているため、論文発表は4月以降と考えられたこともあるが、少なくともドイツのヨハネス・ケプラーが4月1日にこの論文を読んだことがわかっている。この木星の衛星の発見は、当時信じられていた天動説については不利なものであった。詳細な理由は天動説を参照。そのため論争に巻き込まれはしたが、世界的な名声を博した。晩年にこれらの衛星の公転周期を公開用の時計として使うことも提案しているが、精度の良い予報ができなかったことや、曇天時に使えない割には船舶に大きな設備を積む必要があったことから、実際には使われなかった。金星の観測では、金星が月のように満ち欠けを繰り返す上に、大きさを変えることも発見した。プトレマイオスモデルでは、金星は地球と太陽を結ぶ線に置かれた終点円の上にある。この場合、金星は地球から常に三日月型にしか見えないはずであった。これは金星が太陽の周りを公転していることの確かな証であった。さらに、望遠鏡での観測で太陽の黒点を観測した。これは太陽ですら完全なものではないという疑惑を投げかける発見になった。ガリレオは望遠鏡での観測で太陽の黒点を観測した最初の西洋人とされる。ただし、中国の天文学者がこれより先に太陽の黒点を観測していた可能性もある。なお、ガリレオは晩年に失明しているが、これは望遠鏡の見過ぎであると考えられている。ガリレオは1597年にケプラーに宛てた手紙の中で、すでに地動説を信じていると記しているが、17世紀初頭まではそれを公言することはなかった。主にこれら3点、木星の衛星、金星の満ち欠け、太陽黒点の証拠から地動説が正しいと確信したガリレオは、この後、地動説に言及することが多くなった。その他には、天の川が無数の恒星の集合であることなども発見した。ピサ大聖堂で揺れるシャンデリア、一説には、航路の揺れを見て、振り子の当時性、同じ長さの場合、大きく揺れている時も、小さく揺れている時も、往復にかかる時間は同じを発見したと言われている。ただしこれは後世に伝わる逸話で、実際に、どのような状況でこの法則を見つけたのかは不明である。この法則を用いて晩年、振り子時計を考案したが、実際には制作はしなかった。ガリレオはまた、落体の法則を発見した。この法則は、主に2つからなる。1つは、物体が自由落下する時の時間は、落下する物体の質量には依存しないということである。2つ目は、物体が落下するときに落ちる距離は落下時間の事情に比例するというものである。この法則を証明するために、ピサの斜塔の頂上から大小2種類の玉を同時に落とし、両者が同時に着地するのを見せたとも言われている。この有名な故事は、ガリレオの弟子ヴィンチェンツォ・ヴィヴィアーニの創作で、実際には行われていないとする研究者も多い。このエピソードに先立って、すでに落下の法則を発見していたオランダ人のシモン・ステビンの実験と混同して後世に伝えられることになる。よって、後述のアリストテレスの理論を瓦解させたのはガリレオではなくステビンの功績となる。実際にガリレオが行った実験は斜めに置いたレールの上を重さが異なり大きさが同じ球を転がす実験である。斜めに転がる物体であればゆっくりと落ちていくので、これで重さによって落下速度が変わらないことを実証したのである。この実験は実際にもその様子を描いた絵画が残っている。アリストテレスの自然哲学体系では、重いものほど早く落下することになっていたため、ここでもアリストテレス派の研究者と論争になった。ガリレオ自身は、例えば1個の物体を落下させた時と2個の物体を紐で繋いだものを落下させた時で落下時間に差が生じるのかというような反論を行っている。ガリレオはニコラウス・コペルニクス、ヨハネス・ケプラー、アイザック・ニュートンと並び科学革命の中心人物とされている。読者に同一の実験を促して検証させることによって自説の正しさを証明するという手段を取った最初期の科学者である。ただし、そのような手段を取った科学者は、ガリレオ以前にも、イブン・アハイサム、ラテン名アルハゼン、ウィリアム・ハーベイ、ウィリアム・ギルバートなどがいる。ハーベイやギルバートも科学革命を推し進めた人物とされている。また、ガリレオは、実著の中でたびたびギルバートに言及している。彼が発表した説には大きな過ちのある説も多かったが、近代科学の発生初期の人物のため、そのような過ちはあって当然だという指摘もある。同時代のケプラーや若干後のニュートンなども同じような失敗があった。ここでは主なものを挙げる。ガリレオが地動説を唱え、それを理由にカトリック教会から有罪判決を受けたことはかなり有名である。このことから、当時地動説を唱える者はすべて異端とされ、それによって科学の発展が阻害されたという考えがされてきた。しかし現在では、ガリレオが神父たちよりも、キリスト教の本質をよく理解し、科学的な言葉でそれを説いていたために心よく思えれず、でっち上げの偽裁判で有罪判決を受けたのではないかと指摘されている。ガリレオが地動説について言及し始めると、ドミニコ修道会士ロリーニと論争になり、ロリーニはローマ教皇庁賢者証書、以前の異端審問書が名を変えたものに、ガリレオが唱えている地動説は橋であると訴えた。この裁判の担当判事はイエズス会員、ロベルト・ベラルミーの枢機卿だった。この時の判決文は、バチカンの秘密文書室に保管されているが、第2回の裁判までの途中で偽造された疑いが濃厚である。その内容は次のようなものであった。太陽が世界の中心にあって動かず、大地が動くという上記意見を全面的に放棄し、そしてその意見を再び話してでも書いてでも、どのような仕方においても抱かず、教えず、弁護しないよう命じられ、申し付けられた。さもなければ聖書は彼を裁判にかけるであろうと。この禁止令にガリレオは同意し、従うことを約した。しかし、この判決文にガリレオの署名はなく、第2回の裁判においてもガリレオは見たことがないと主張している。第1回裁判の判決が下される少し前、担当判事のベラルミーノがガリレオの友人へ送った手紙には、私はあなたとガリレオが、もし自分たちの意見を一つの仮説として、そして一つの絶対的真理としてではなく、発表するのであれば、これまで以上に慎重に行動してよいと思うと綴り、必ずしもガリレオの研究を否定していない。この手紙の内容と矛盾するため、第1回裁判の判決文は、第2回裁判のために偽造されたと考えられている。第1回裁判の直後、1616年、ローマ教皇庁は、コペルニクスの地動説を禁ずる布告を出し、コペルニクスの天球の回転については一時閲覧禁止の措置が取られた。この後、コペルニクスの著書は、単に数学的な仮説である、という正し書きをつけて、教皇庁から閲覧が再許可された。ガリレオは、ベラルミーノの忠告もあり、しばらくは活動を控えた。1630年ガリレオは地動説の解説書、天文対話を執筆した。この書は天動説と地動説の両方をあくまで仮説上の話として、それぞれを信じる二人とその間を取り持つ中立者の計三人の対話という形をとって、地動説のみを唱えて禁令に触れることがないよう注意深く書いてあった。ガリレオはベラルミーノの判決文の内容から、地動説を紹介しても、その説に全面的に賛同すると書かなければ問題はないと考えて出版許可を取り、ローマ教皇庁も若干の修正を加えることを条件に出版許可を与えた。天文対話は1632年2月22日、フィレンツェで印刷、発行された。翌1633年、ガリレオは再度ローマ教皇庁の賢者証書に、出頭するよう命じられた。ヒギは1616年の裁判で有罪の判決を受け、二度と地動説を唱えないと制約したにもかかわらず、それを破って天文対話を発刊したというものだった。ガリレオがあえてこの書をローマではなくフィレンツェで許可を取ったこと、ローマ側の担当者に序文と社の末尾だけしか送らずに許可を取ったこと、ガリレオが事情に詳しくないフィレンツェの修道士を審査員に指名したことなどが特に問題とされた。ただし、全文が数百ページあるという理由で序文と末尾の送付で済ませることには事前にローマ側担当者も同意しており、ガリレオが指名したフィレンツェの審査官は正規のフィレンツェの異端と異端であった。さらに、書の表紙に3頭のイルカが印刷されていることさえ、それが教皇に手下がいるという意味だというねじ曲げた解釈をする者がローマにおり、問題とされた。ただしこの3頭のイルカは、フィレンツェの出版業者のマークで、他の書籍にも印刷されていたため実際には問題にはならなかった。裁判でガリレオはベラルミーの枢機卿が記したガリレオは第1回の裁判で地動説の放棄を誓っていないし、悔い改めが強要されたこともないという証明書を提出して反論した。しかし、賢者少将はガリレオを有罪とするという裁判記録を持ち出して再反論した。この裁判記録には裁判官の署名がなく、これは賢者少将自らが定めた規則に沿わないものであった。しかし、裁判では有罪の裁判記録を有効とし、ガリレオの所持していた証明書は無効とされた。第1回の裁判の担当判事ベラルミーノは1621年に死去しており、無効の根拠を覆すことはできなかった。この結果、ガリレオは有罪となった。賢者少将側の記録には、地動説を教えてはいけないと書いてあったが、ガリレオが提出したベラルミーノ枢機卿の証明書には、教えることの是非についての記載はなかった。裁判では、この命令が実際にあったという前提で進められた。ガリレオ自身はそう言われたかどうか記憶にないがなかったとは言い切れないと答えている。1616年にガリレオとベラルミーノ以外の人物もいたことになっており、これについてはガリレオも認めているが、その人物が誰で何人いたのかについては不明のままであった。1616年当時の裁判にも参加し、ガリレオの親友でもあったバルベリーニ枢機卿、マフィオ・ヴィンチェンツォ・バーバーニーが、ローマ教皇ウルバヌス8世となっていたが、教皇の保護はなかった。一説によれば、天文対話に登場するシンプリチオ、頭の単純な人という意味は、教会の意見を持っており、シンプリチオは、教皇自身だと、教皇本人に吹き込んだものおり、激怒した教皇が裁判を命じたというものがある。この説には、物証がないが、当時から広く信じられている。さらに、ガリレオ自身、敬虔なカトリック教徒であったにもかかわらず、科学については、教会の権威に盲目的に従うことを拒絶し、哲学や宗教から科学を分離することを提唱したことも、当初ガリレオを支持していたウルバヌス8世が手のひらを返したように、ガリレオを非難すようになった要因とされる。そして結果的には、ガリレオ裁判において、ガリレオを異端の徒として裁かせる結果につながっている。1633年の裁判の担当判事は10名いたが、有罪の判決文には7名の署名しかない。残りの3名のうち1名は、ウルバヌス8世の親族であった。もう1名は、この裁判には元から批判的な判事だったとされている。ただし、判決文に7名の署名しかないのは、単に残りの判事は判決当日、別の公用で裁判に出席できなかっただけではないかと推測もされている。なお、全員の署名がなくても、有罪の判決は有効であった。有罪が告げられたガリレオは、地球が動くという説を放棄する旨が書かれた、異端無形舌文を読み上げた。その後に呟いたとされる、それでも地球は動くという言葉は有名であるが、状況から考えて発言したのは事実でないと考えられ、ガリレオの説を信奉する弟子らが後付けで加えた説が有力ある。また、それでも地球は動くはイタリア語ではなく、ギリシア語で言ったという説もある。ガリレオへの刑は無期刑であったが、直後に軟禁に減刑になった。しかし、フィレンツェの自宅への帰宅は認められず、その後一生、監視付きの邸宅に住まわされ、散歩のほかは外に出ることを禁じられた。すべての役職は判決と同時に剥奪された。天文対話は禁書目録に載せられ、1822年まで撤回されなかった。死後も名誉は回復されず、カトリック教徒として葬ることも許されなかった。ガリレオの被護者のトスカーナ大公は、ガリレオを異端者として葬るのは忍びないと考え、ローマ教皇の許可が下りるまでガリレオの葬儀を延期した。しかし許可はこの時代には出ず、正式な許可に基づく埋葬は1737年3月12日に、フィレンツェのサンタクローチェ聖堂で行われた。この後、ガリレオの著書はイタリアでは事実上発行できなくなったため、新科学対話はガリレオの原稿が何者かによって持ち出され、プロテスタント教国のオランダで勝手に印刷されたという設定で発行された。フランスのルネ・デカルトは、タイトルは、世界論などと訳されている。の原稿をほぼ書き終えていたが、1633年のガリレオ裁判の報を聞いて、出版をためらったことを、方法序説、1637年間に記している。さらに1634年に、ガリレオの天文対話の原稿を手に入れて、読み検討してみて、自説を出版するのは、危険があると判断したらしい。というのはデカルトは、トレイト DU モンデで、ガリレオ同様に、あるいはそれ以上に、ヒーリアセントリスム太陽中心説を展開していたからである。当時のローマ教皇庁は、イタリア外での権力はなかったので、イタリア外では影響はあまりなかった。ただし、科学的検証に宗教が口出しをする悪しき慣行の前例となったという批判がある。この裁判には疑問が多いことから、19世紀後半から検証が行われた。第一の大きな疑問は、1616年の判決が2種類あり、内容が全く逆であること。第二には、天文対話の発刊には、ローマ教皇庁から正式の許可があったにもかかわらず、発刊をもって異端の理由とされたことである。ジョージオ DI サンテアナラによれば、有罪の裁判記録そのものが、賢者少将自身が偽造したものであった。もちろんこれを直ちに信じるわけにはいかないが、無罪の判決文が無効という証拠が未だ見つからないことと、第二の理由もこれにより説明がつくことから、署名のない有罪の判決文は偽造であるという考えが強くなっている。ただし、この1616年の有罪の判決文が偽造であるという説については、偽造した者が誰なのか、未だに分かっていないということもあり、直ちにこれを認めることはできないという主張がある。このほか、次のような説もある。1965年に、ローマ教皇パウロ6世が、この裁判に言及したことを発端に、裁判の見直しが始まった。最終的に、1992年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ裁判が誤りであったことを認め、ガリレオに謝罪した。ガリレオの死去から実に350年後のことである。2003年9月、ローマ教皇庁教理少将、以前の異端審問所のアンジェロ・アマート大司教、アンジェロ・アマートは、ウルバノス8世はガリレオを迫害しなかったという主張を行った。2008年1月16日の毎日新聞によると、ローマ教皇ベネディクト16世が17日に、イタリア国立ローマラ・サピエンツァ大学での記念講演を予定していたが、1990年の枢機卿時代にオーストリア人哲学者の言葉を引用して、ガリレオを有罪にした裁判を公正だったと発言したことに、学内で批判が高まり、講演が中止になった。その後、ベネディクト16世は2008年12月21日に行われた、国連やユネスコが定めた世界天文年2009に関連した説教でガリレオらの業績を称え、地動説を改めて公式に認めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。